京都二条駅の裏側にある、ビビ二条店花丸うどん行ってまいりました。冷やかけ始まりましたということ始めましたということで冷やかけにしたんですが、これ天かすと揚げかすというのがあって、揚げかすが実際に天ぷら揚げたやつのかすなんですね。こっちの方がそれは絶対美味しいやろと思って、これを2杯いきまして、生姜をかけて、いただきます。これ冷やかけですねと、酒のおにぎりと、茄子の天ぷらと、エビと迷ったんですけどね、夏らしく、茄子にいたしました。そう、だし冷たくてもちゃんとカツオの香りがして、もの冷やかけが大好きなんですけどね、冷やかけそばも大好きなんですが、で天つゆがね、丸亀と違ってないので、もうここにインして、食べるしかございません。でちょっとわさびがあったので、わさびで取って食べてみたら、これ不思議とざるうどんの味になるんですね。ざるうどんってやっぱりわさびの味なんでしょうかね。で生姜の部分を食べますと、さっぱりといただけます。で、天かすですね、揚げかすか、やっぱこれ10時からやってるのありがたいですね。で花丸美味しいですね。花丸が意外に四国からやってきたやつで、丸亀っていうのはなんか四国のやつじゃないらしいです確か。ということで、チャンネル登録はこちらでよろしくお願いします。それではまた明日です。ありがとうございます。